リリン、ハロー、パラレール、リリンパラレールのリットです。はい、今、仕事を行く朝のお風呂上がりでございますが、その状態でルックブックやっていこうかなと思います。まず本題入っていく前によろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、ということで今、インナーの状態ですね。短パンに T シャツっていう状態で、今日はね、いただいた、このね、金魚柄の和服ですね。着ていこうかなと思います。あ、ちなみに今日は5月の22日かな。はい、でございます。はい。金魚でね、内輪の柄が入ってます。内輪の模様になってて、金魚柄みたいな感じですね。で、これを着ていこうかなと思います。下はね、今日はこれにします。これはね、原宿のショップの ACDC ラグさんっていうところの、まあ、スカートではあるんですが、ちょっと袴的なね、感じになってる、スカートでございます。まずこれを、下に、履いていきます。よいしょ。よし、OK。で、今日はこれを直接上に羽織って軽くつけていきましょう。いつもね、腰にいろいろバッグをねつけてるので、それも今日もつけていってになるんですけども、ほっ、こうして、よし、で軽くはしょっていきます。よいしょ。で、このお尻の方のここですね、を持って、処理 OK。 あとはこの状態で腰にベルト巻いたやつの上にこんな感じでね、ポーチをつけていきます。よっこいしょ。ちなみにこっちのポーチには扇子とアルコール消毒用の、手指のね、消毒用のやつと、リップクリーム、あとハンカチ、あと、最近つけたりつけなかったりなんですけど、イヤリングと、イヤリングと指輪が入ってます、こんな感じで。はい。よし。で、もう片方に、ケイトスペードのスマホポシェット、腰に巻くようにしたので、ここのついてるものは違うんですけど、よいしょ。そう、最近ね、浴衣も結構こうプレゼントでいただくことが多くて、今使ってないからとかっていう形でね、いただいたりしてますね。あとは腰に、こんな感じで、鍵と、パスケースですね。で、一応入管書、会社のね、あるんですけど、これは後で付けます。名前載ってるんで、万が一名前写っちゃうと、あれかなというところで。よし。そんでもって、よくいろ。いろんなアクセサリーたちをつけていきます。はい。これはね、いつもつけてるお守りの、龍眼天珠ですね。で、自分で作ってる、ブレスレット。オッ
キツネ様のローズクォーツかなとか、あとパープルマイカシリカとかアメジストとかスーパーセブンとかが入ってますね。こっちも龍眼のクリスタルのやつ、はい、とか白黒天寿、万字天寿とか、あと五福林天寿とか、五福林門天寿とか、三色線とか、あと水蓮花とか入ってますね。あとそっか、二眼天寿も入ってるのかはい。で、クラス14のくろみちゃんの時計、よし、こんな感じかな。よし、はい、ではこんな感じでございます。はい、上はね、おはしょりをした状態になっていて、下がさっきの袴風スカートでございます。一周ぐるっとするとこんな感じで、そう、最近ね、この浴衣の袖がね、たまに引っかかったりするので、ここをね、こういう帽子を留めるやつ、帽子のあの吹っ飛ぶの帽子するやつ、なんか吹っ飛ぶの帽子と帽子がかかって、なんか変な、なんかギャグっぽい言い方にもなっちゃってるけど、はい、あの飛ばないようにするやつね、っていうのをここにつけて、こんな感じですると自然とね、この辺で袖がね止まってくれます。なんで前に出てこないんですよ、この和袖がね、和袖が前に出てこないんで、仕事の時とかこういいんですよ、やりやすいです。はい。で、あとはまあいらないんじゃないって結構言われそうなんですけど、あと結構暖かくなってきてるしね、なんですけど、和洋折衷感を少し出すのに、こういうちょっと色少なめな、半袖のパーカーをね、上から着る感じでございます。あ、そう、あと髪をね、軽く紫色系にしました。ちょっともう色落ちしちゃってるんで、完全にシルバーに近いのかな、ちょっと赤みもあるけれども、っていう感じになりました。はい。で、メガネかけて終了っていうところでございます。うん、いい感じ。はい、ということで一周ぐるっと見ていくと、こんな感じ。はい。はい、今日の、ルックブックでございます。今日はこれでね、会社行ってこようかなと思います。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、そして、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方を見てください。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。次回の動画を見てください。ではね、またね、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。